はい、皆さんこんばんは。今日6月の26日、水曜日の、ボギーチャンネル、私、南の島、大雨の島からお送りしておりますボッキーテドコンでございます。いや、もうこの沖縄本当に梅雨明けしたと思ったら梅雨がぶり返したというか、まあ、梅雨の時以上に、まあ、雨が降りまして、まあ、今日の朝なんかは本当にもう洗車機の中のような雨が降ってまして、まあちらこちら冠水はするわ、川は氾濫する寸前まで水位は上がるわ。私も今日那覇市内の川ちょっと見たんですけど、あれはもうね、黒馬川っていう沖縄でまあ一番大きな川なんですけど、その黒馬川があとそうですね、60センチぐらいのところまで水かさが増しておりまして、いや、これもしかしてこれ以上降ったら公園水浸しじゃないかと思うぐらいすごい、まあ、雨だったということでございます。まあ、浦添の方では崖崩れもあったと言いますし、今日はこれからまた、熱帯低気圧が沖縄地方に接近をしてまた雨を降らすということでございまして、まあしばらく車を洗ってない私としましては、そろそろ晴れていただきたいと思ったんですけど、今日の夕方本当に1週間ぶりぐらいに青空がちらっと見えたのがちょっと嬉しかったですね。まあこれ太陽が出ればついつい車を洗いたくなったり犬を洗いたくなったりということになりますが、まあ、この雨の中さすがに、沖縄のいわゆる選挙の事前運動の方も、非常に低調であったみたいで、いつも走り回っているインチキ外戦車とか、お手振りの人たちとかが全く見えずに非常に雨音以外は静かな、日でございました。まあ、今ね、あの週刊文春さんが、和田先生のことを公選法違反だどうのこうのでやってますよね。私もやはり自分が出馬したからいろいろ思うところはあるんですよ。でもどんな候補でもいわゆる私的な会合の中では、あの自分への支持というのはね、やっぱり訴えてると思います、どんな人でもね。ただしそれはあの公の場ではなくて私的な会合の場でございまして、まあ、これがあの公共の電波とか道で立ってね訴えるっていうのは完全にアウトだというふうに私は思ってますよ。うん、ですから、まあ、和田先生の場合はいわゆる業界団体の私的な、ね、あの集まりの中で行ったあのスピーチの中の言葉を、まあ、切り取ったものでありまして、まあ、これがもし違反に当たるんであれば、沖縄のコンペイトーさんなんか、まあ、コンペイトーは全国いるんですけど、あの比例は共産党へと平気で書いたパンフレットを巻いてたりしますからね。あれの方があの公序良俗に反してるんじゃないかと私思うんですけど、なぜか問題になるのは自民党の先生方ばっかりで、非常にこれはちょっとどうかななんていうような感じがいたします。まあ、それと、今日私がとってもね、あの寂しく、感じたのは、ダピーさんが乗っけてましたけど、中山京子先生の、まあ、事実上の、まあ、引退宣言ですか。はい、もう後に続く人たち頑張ってくださいっていうスピーチをしているのを見て、3年前ですね、あの共に中山京子先生を先頭にみんなでね、あの戦ったあの頃を思い出しまして、非常にあのちょっと寂しくなった次第でございます。まあ、当時は自分たちこそがあの真の保守だというそういった自負をみんな持っておりましたし、まあ、日本の心の存在というのは、自民党の、ね、右派以上に、まあ、保守的な人たちの集まりだというふうに私もやっぱり認識はしていたんですけど、あの理念はすごい良かったと思う。でもなぜか選挙ではね、あの勝てなくて、はい、もういわゆる解党吸収の方になってしまって、今ではもう日本の心というのはバッジと、そうですね、あのニコちゃんバッジと、
まあ、封筒とかシールが残っているぐらいで非常に寂しい感じがいたします。私の今使っている黒いパソコンにも日本の心を大切にする党というシールがしっかり貼られたままなんですよね。まあでも中山京子先生のような国士がやはり引退されるというのは私にとっては非常に寂しいことでありまして、まあ、3年前あんなにみんなでね力を合わせて一人でも二人でも国会議員出そうっていうことで雨の中を濡れながらやはり、街頭演説をしたり、ね、握手したり手を振ったり、まあ、それが本当に走馬灯のように流れてきますけど、まあ、これからも、人生のやはり先輩としていろいろ中山京子先生には教えをねいただいて行こうというふうに思っております。そうですね、太田さん、希望の党もなくなってしまったということなんですけど、まだまだこの希望の党が元気な頃ですね、飛ぶ鳥の勢いを、ね、落とすようなそんな勢いのある頃に私実は、希望の党にお誘いを受けたんですよ。はい、お誘いを受けたんですけど、いろいろ考えた上でそれをねやっぱり私お断りしました。まあ、なぜなら、この沈みゆく船ですか、まあ、そのままだともう海盗か他党に吸収されると分かっているこの日本の心を見捨てて他の浮いてる船に移るということはできないと、もうこの船が姿を消すその瞬間までできる限りやはり日本の心のクルーとして一生懸命まあ頑張っていきたいというそういった思いがあって希望の党へのお誘いを私は受けることなかったんですけど、でもそれについては全く後悔はしていませんね。自分がこの党はと思ってやはり参加をした、次世代の党、それから、日本の心を大切にする党、それが、日本の心になり、最後は、中野先生代表のね元で、やるだけやらせていただいて、最後は消えてしまった党ではありますけど、その理念というのはやはり、山田博史先生やそれから和田政宗先生、そして中野先生などにね引き継がれておりまして、これから自民党の中で本当に珠玉の輝きをこれから放っていくんじゃないかと私は思っておりますし、今回私もいろんなところから君は出ないのかという話があったんですけど、私の考えとしては出たいよりは出したい人というのが実はありまして、お呼びもかからない中で、俺を出してくれ俺を出してくれと、俺はということはこれはやっぱりねできないことでありますし、また今自民党さんの方におりますけど、まあ、並み居る先輩方を押しのけて俺がなんてできるはずはございません。ですから今はねこの次世代スピリッツを受け継ぐ、今回の選挙では、その次世代のスピリッツを受け継ぐ、和田政宗先生を、全力でこれからもやっぱり応援していく、はい、和田政宗ですね。まあ、和田先生は全国比例の方に今回、出ております。これ地元の選挙区の、ね、方に自民党の候補者を出して、和田先生はあえてこの比例区、残酷区とも言われています、その比例区の方に、今回腹をくくってやっぱり出馬してますんで、まあ、何が何でもやっぱ応援しないといけませんし、私たちが持っていたその次世代スピリッツ、日本の心をですね受け継ぐ者の一人としてやはり、皆さんにも応援をしていただきたいと思っております。さて、今夜の、ボギーチャンネル、石垣島に湧く、はい、ホニャララについていろいろお話をしたいと思いますけど、早速ねまた石垣島にいろいろ湧いてるようでございます。皆さんにまずお見せしたいと思います。ほらね、
石垣島、住民投票やらせろにゃということで、また猫を使っております。猫、もうね、もうこういうレベルの低い人たちになびく人がいるのかというふうに思うんですけど、6月30日石垣市役所前ですか、はい、住民投票やらせろにゃ大行進ということで、はい、これ石垣のね本会議で2度目の否決になったということで、2度目の否決ということは、これはやはり間接民主主義の中で市民が選んだ議員さんたちが否決したわけですから、これはもう尊重すべきなのに、もう勝つまでじゃんけんを続けるこの人たち、今度は2回否決になったからデモするぞということでございまして、いや本当に異常というか、なんていうか、そうですよカータンさん、市議会で否決された、ね、なのに勝つまでやりたい、いや太田さんもう諦めてくださいと、その通りだと思います。そうですね、サメヤダさん、多分2度あることは3度ある、3度あることは5度6度あるということで、延々に出し続けるじゃないですかね。まあ、私が思うにはこういった自分たちの薄汚いイデオロギーを発揚している人たちっていうのは、そのほとんどがやはり県外から来てる人たちなんですよね。地元の人たちっていうのはすごい冷めた目で見てるというふうに私見ていますし、その地元のやはり意思というのは、市議会議員選挙ではっきりと表されていると思います。まあ、そういった中で最近こんなものがね、出てきてるらしいですよ皆さん。これ何だと思います皆さん。これ実はハンガーと言います。ハンガー、ヒンガーではございません、ハンガーでございます。沖縄ではエモンカケと言います。エモンカケ、皆さんのところでエモンカケって言わないですか。私たち沖縄ではエモンカケと言いますけど、そうイモンカケですか、はい、エモンカケ、はい、ハンガーっていうのはなんかヒンガーに似てるようで、あまり使わないような気がするんですけど、いやこれハンガーストライキ、まあ、どんな人がやってるかと言いますとね、まあ、皆さんご存知の通り非常に言っちゃってる方がやっております。このハンガーストライキ、はい、ハンガーストライキですね。なんと、飲み食いを立って意思を貫徹するのではなく、ハンガーを頭にはめるハンガーストライキということで、この目はちょっと皆さんちょっとどうなんですかね。あっち系の人たちに共通の瞬きをしない目というか、なんか真っ黒、瞳そのものが真っ黒な闇をそのまま表している目というか、本当に困ったもんでございます。今崎店長が、住民投票した時はどのぐらいかかるんですかということで、まあ、全県的なことをやれば5億4000万かかりました。5億4000万、はい、ところが、まあ、石垣島だけだったら数千万で済むんじゃないかというふうにね、私思うんですけど、こういうことをして、一体何を狙っているんですかね。こんなしてね、頭にハンガーはめて薄汚い格好してですよ、仕事もせんで市役所の前に陣取って頭にハンガーやって三味線引いてハンガーストライキ、もうね、もう本当にバカにするなというふうに私たち言いたいですよ。こういったね、主義主張にもう沖縄の伝統文化を使うのは本当に私やめてほしいというふうに思うんですけど、ね、この方はもちろんうちなんちゅではございませんよ、はい、うちなんちゅではございません、はい、県外から方、移住してこられた方でございます。まあこういうことを平気でやってね、これで何が得られるのか私ね全く意味が分かりません、はい、それとこれ、彼に集う者たちなんですけど、
多分一番左の方以外は全て県外の方々でございますね。はい、離島とか、まあ、沖縄の反基地運動で私がやっぱり感じるのは、地元の人たちっていうのはほとんど参加していないんですよね。その中核となっているのはやはり県外から来た、その行動的な活動家たちが、まあ、中心になり、それに、まあ、沖縄のいわゆる革新政党オール沖縄がおんぶに抱くこと、それを丸がかえしているのが金平党っていう感じなんですよね。ですから沖縄の反基地闘争っていうのは純然たる沖縄県民の闘争ではなく、県外から押しかけた、まあ、住み着いたいわゆる自称住民、自称市民による、このような活動になってるっていうかね。はい、今塩沢さん書いてますけど、一部の地元の人も騙される可能性があると。そうなんです。だって新聞はこれを美化して皆さんに伝えるわけですよね。基地を作らせない、海を守りたいという一心でハンガーストライキということで取り上げたりします。まあ頭にハンガーですから、下では美味しそうに物をむしゃむしゃ食べているんですけどね。はい、飲み物も飲んでます。差し入れもあるようでございます。それでハンガーストライキ、いやーしかしすごいですね。そう、カーターさん今書いてますけど、そういったね、いわゆる反日反政府活動をするために沖縄に移住したという人たちがやっぱり少なからずいるんですよ。ですが私も本当に現場で何度も何度も見てるんですけど、まあ確かに辺野古は、地元6割、県外3割、国外1割という感じでございますけど、このね、県外3割というのがいわゆる指導的立場、前に出たりいわゆるマスコミにね登場したりとか、はい、そして指図するいわゆるあっち系の中でも特権階級的な地位に収まっているのがそういった人たちでございまして、まあ、それから外れたおじいおばあたちはまるで祭の河原に石を積むように、この基地のゲート前にブロックを積んで、排除されたと、時にはまあ検挙もされるということなんですけど、本当に私、ね、沖縄が好きで移住してくるのはいいですよ。でもなんで沖縄でね混乱をこうして作るんですかというふうに思うんです。で沖縄の人たちは自分たちからトラブルになるのをやっぱり嫌がりますんで、はい、嫌がりますんで、あまりこういった人たちを追い出そうとかね、文句言ってやろうという人はやっぱり少ないわけなんです。それをいいことにどん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 今勢力をね大きくしているのがこういった人たちで、ございまして、本当に呆れてものが言えないとそういうことでございます。そしてとうとう子供までですね利用し始めました。はい、これは年の頃は小学校3年生か4年生ぐらいだと思いますよ。もうねあまりにも不憫で、お顔の方は修正入れさせていただきましたけど、まあ、こういうふうにね、痛い気のない子供に、子供をこうして石の上に立たせて体中にハンガーをねかけて、そうですよ、これラフテンさん虐待だと思いますよ、これね、これ児童虐待ですよ。これこっち系の人たちがやったらもう今頃、はい、児童相談所とか警察に行ってますよ。そもそもハンガーはこういうふうに体をね拘束するために使うものではございません。はい、人の体はハンガーをかけるところでも、ございません。ですから、はい、こういったもので子どもの、ね、自由を奪うような形で、ハンガーを用いるということは皆さんが書いているようにまさに児童虐待そのものだというふうに私は思いますけどね。
でも本当にこの人たちっていうのは子供をよく使いますよね。まああちらも私たちによく言いますよ。お前たちだって使ってるじゃないかと。ハートクリーンとかフェンスクリーンに子供が来てるじゃないかというご指摘もありますけど、それはちょっと彼らのようなプロパガンダとは違うんですよね。あのハートクリーンに来る子供たちは、自分のね父親が米兵だから、その同僚をね励ましたいっていう思いで来ています。フェンスクリーンに来る子供たちは、街をきれいにしたいっていう思いで来るんですよ。このように、いわゆる広告塔になりに来てる子供たちなんて一人もいないですけどね。そうですね、モハベのアコミヤさん、彼らの思考の気色悪さはどこから来ているのか。まさにね、あの腐朽漂うあのドブのおでいというんですかね、はい、そんな感じだと私は思ってますよ。でも本当にこんなして子供をね、次から次に利用する。いやいや、これあの花ホールヒレロさん、子供の顔を見たところ、あの雰囲気が、まあ、雰囲気がユタボンでした。ユタボン君によく似ています。あのウチナー の, あのヒンガーワラバーとかハンダヤーワラバーとはだいぶ違う品のいい顔立ちをしていますんで、多分移住者の方のお子さんじゃないかというふうに思うんですけどね。まあでもこういうふうに大人の、政治闘争の道具としてね使われるっていうのは、ちょっとこれは子どもの健全育成上私はまずいと、思っております。さて今日はちょっと意味深な写真を皆さんにお見せしたいと思います。まるでこの映画のワンシーンのような写真でございますけど、これ何かと言いますと、皆さんもよくご存知の左側が、ロバート・ D ・エルドリッジ、はい、まあ、我らが博士ですね。あの友達作戦立案者の一人として、あの現地に入り、その復興および救援活動に多大な貢献をされた方。本当はね、日本政府が博士やっぱり表彰すべきだと思いますよ、自分はね。だってあれだけ、はい、東日本大震災で現地に入って、あれだけやはりその堪能な日本語能力を生かして、現地での救難活動やあと、復興活動にね、あの多大な寄与をしたわけですから、本当は日本政府がエルドリッジ博士を、表彰すべきだと思います。でも今から何年前ですか、3年4年近く前かな、あの事件があった時に、まあ、残念ながら、日本の政治家は誰一人としてあのエルドリッジ博士を、まあ、助けようとしなかったというのが、あの非常に私は残念。まあ、実際にこのエルドリッジ博士の処遇についてね、あの御陣旅行ということで、まあ、ある国会議員の方にも、お願いをしに行きましたけど、結局は分かった分かったと言って何にもしてくれなかったっていうのが、まあ、事実でございまして、まあ、そういったのをね聞くとあまりにも残念すぎる。本来はね、あの日本政府の国土強靭化計画の委員の一人として、あのアメリカ側とのねいわゆる連絡役ロビーストとして博士を登用すべきだと私は思うんですよ、ね、彼ほどあの日本語がうまくて、そして、日米の、ね、絆を大切に思ってる人はいないし、今でもね東京に行くたんびに必ず靖国に参拝するんですよ、エルドリッジ博士は。はい、そうですね、カナタさん、公に表彰することで博士の功績が明らかになるということでございまして、そうです、ピョンタさん、日本だけじゃなく、まあ、アメリカとそれから東アジアにとっても絶対的に必要な方だと私は思っております。佐紀店長、鋭いですね。はい、鋭いですね。そうなんです、はい、そうなんですよ。実はこのエルドリッジ博士とお話をしているのは、
まあ、最近この沖縄で玉城デニー知事や県議会に散々に叩かれまくって頭を下げている、米四軍調整官なんですよね。いわゆる在沖米軍のトップ、はい、在沖米軍のトップと、ね、海兵隊を更迭されたエルドリッジ博士がこのような場所でお会いをしているということ。さあこれは何が話されたんですかね。まあ大体私は予想ついているんですけど、はい、もしかするともしかする可能性はないとは言えない。なぜなら今ほど沖縄の海兵隊が、苦しんでる時ないと思うんですよね。もうやることなすことすべて裏目に出ますし、あの日本側との調整役っていうのが今いないもんですから、すごいこの、沖縄防衛局、それから、外務省沖縄事務所、沖縄県との関係もすごいギクシャクしているんですよね。まあ、特にこの、沖縄防衛局と米軍の間も、博士がいる頃のような蜜月、はい、蜜月のような、関係ではございません。はい、下手するとちょっとそっぽ向くような状態になる時もやっぱあります。それはやっぱお互いの認識不足、協力体制の欠如、それと優秀なやっぱり春日井がいないっていうことなんですよね。はい、ですから私としては今在沖米海兵隊、沖縄に駐留する4軍にとって今一番必要としているのはこのエルドリッジ博士だというふうに私は思いますよ。でまたエルドリッジ博士が現場に復帰することで、これいわゆる沖縄の新聞やね、左翼の人たちの大きな衝撃が走ります。だってね、以前博士をいわゆる、情報を漏らしたということで散々に海兵隊を煽って更迭をした沖縄メディア、その博士が抜け抜けとね堂々と戻ってきたとなった場合にはどうなるんですかね。まあこのお互いのこのニコニコした顔、さあ本当何を話されたのか、まあ博士ははっきり言わしませんが、はい、いや言ってない、いや言ってないですよ、はいはい、思わせぶりなことを多分これからは言うかもしれませんが、この日米関係をさらに円滑に進めるためには、必要な人材だと、私は申し添えておこうかなと思います。しかし今ねラプテンさん書いてますけど、ここの石碑は慰霊式典の前日に、米海兵隊と陸自衛隊の方々が清掃活動をしてるんですよね。そういったことは一切報道せずにね、やじをまるで英雄のように取り上げる沖縄の新聞、本当に崩ってるというか、いやあれはいけないだろうというのは私実際に思いますよ。はい、そうですね、塩様さん、保守系の県議、県選出国会議員の献金の件を炎上させたい、ね、野党なんかこういうのを外国人からもらっても返したら終わりで済むじゃないですか。なんで沖縄は返したら終わりで済まないんですか。おかしいですよね。それにさらに悪質な本当の公選法違反がたくさん沖縄では見られております。まさに公選法特区、まあ、そういった嘆かわしい状況をですね、やっぱり打開するにはもっともっとこの米軍のね後期粛清、それと、透明性の確保というのが今後やっぱり必要になりますし、そういったところを今までね重要視せずに行き当たりばったりの、対日対沖政策を繰り返してきた、米軍の、まあ、政務外交部の、まあ、力不足というのは私否めないと思いますし、ただここまでやっぱりね険悪な状況になった中で、やはり
有能なものを、ね、そのポストにつければ私は必ずこの沖縄での、ね、米軍の事件事故も減りますし、またこの米軍海兵隊と県民の、関係っていうのももっともっと密接になり、ネガティブなイメージの払拭につながるというふうに私は、思っております。ちなみに、私がオスプレイ乗った登場した時もあの博士に手配していただきました。博士にですね、はい、ハーキュリスで硫黄島に行った時も博士に手配していただいていますし、はい、その後もいろんな方々にご手配いただいておりますけどね、はい、いやしかし沖さやの皆さん、パヨコの皆さん、私がなんで米軍基地の中に入ってるか不思議でならないらしいんですけど、まあたまには入ってね、アンソニーのピザ食べたっていいんじゃないかというふうに私は思っております。まあ、このように、4軍調整官と、ロバート・D・エルドリッジ博士が、まあ、公式な場ではないにしろこうして出会い互いに意見を交換したということは、これはね、あっち系の方々にとっては非常に都合の悪いことだというふうに私は考えておりますし、まあ、これがどのような展開を見せるのかということについては憶測でものは言えません。これは日米関係に関わる問題ですし、海兵隊の名誉にも関わるお話でございます。ただやはり何らかの動きは今後出てくるんじゃないですかね。まあ、その動きは沖縄の海兵隊を特に陥れたいと思っている、左翼やメディアにとっては大きな痛手になる、可能性があるということでございます。まあ、日本側が何も手を打てないんであればもう米側にも打ってもらおうということで、それが一番のやはり、劇薬毒を持って毒を制するのはこのロバート・D・エルドリッジ博士を置いて私はいないと思っております。そうです、はい、詳しいことは内緒でございます。はい、本人の口から出るまで黙っとった方がいいと思うんで、私もだんまりフグの口のようにガブッとしてはい、カチンカチンに締めておきますんで、はい、ぜひ皆さんもこれから何が起こるのか、楽しみにしていただきたいと思っております。ということで、今夜の放送、これにて終了させていただきます。久しぶりにコンタクトをはめたのでちょっと世の中が変わって見える、今夜のボギーテドコンでございました。ということで、今夜の放送これにて終了させていただきます。皆様最後までお付き合いくださりまして誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。ごきげんよう。Thank you.